コース5号艇、こちらは1年1ヶ月ぶり豊田優衣。6コースが6号艇の戸敷明美で3対3。第4レース。進入はインコースから1番、2番、3番。4番、5番、6番です。スタートしました。3号艇若干へこんで、スタートしてからは2号艇、4号艇、倉持と西岡出てくる一周一マーク。まずは2コース、2号艇が先制まくり。2段で4号艇、西岡で3号艇合わせていったが、ここは流れて、内を5号艇、6号艇ついてきて、バックストレッチは先にまくった2号艇、倉持が優勢。すぐ後ろでは、6号艇、4号艇、戸敷と倉持が、戸敷と西岡並んで、内に切り返しては5号艇、豊田がやってくる。スタートは正常でした。一周にマーク、トップ旋回、2号艇、倉持、後ろから付け前に握って6号艇、陶磁器が倉持を包んで回って、ホーム側でトップは6号艇の陶磁器が一定身直線コース出てくる。へさきだけかけて粘るのは2号艇、倉持。6号艇、2号艇のトップ争い、激戦2周の1マーク。2号艇、倉持が突っ張るが6号艇、陶磁器、ここも包みに行く。2号艇が張るようにして回って、バック側でここはブロック。バック側では先頭は守った2号艇の倉持、3停止抜け出して2番手に6号艇の陶磁器、すぐ後ろ3番手は4号艇西岡となって、上位3艇は2番6番4番。これから2周の2マークへ、トップは抜け出した2号艇の倉持リリ、2番手は6号艇の戸敷、内から5号艇小さくやってきた豊田を包んでかわして4号艇西岡は3番手キープ。上位の耐久は偶数3艇2番6番4番。レースは最終周回へと入ります。一旦2マークでヒヤリとしたトップ争いでありましたが、それでもうまく立ち回ってトップで2号艇倉持、これで通算の99勝、あと100勝へはリーチとなります。王手をかけて2号艇は倉持、2番手は6号艇の陶磁器、見せ場たっぷり。3番手が4号艇西岡で、上位体系は2番6番4番です。2番6番4番この組み合わせですと3連単53倍ちょうど、2番6番2連単 14.3 倍でラストターンマークから最後の直線、トップで2号艇倉持、2番手は6号艇の陶磁器、3番手4号艇の西岡成美、2、6、4。第4レース先頭2番ゴールイン、6番ゴールイン、4番ゴールイン、5番3番ゴールイン、ラストで1番がゴールイン。強まってきています。人気の中心は倉持リリ。第9レースです。ティータイム予選競争、内側から倉持、新田、大沢、滝川、田中、福山の並び、今スタートしました。2コースからトップスタートは2号艇に行った。1号艇倉持も伸び返していきます。先前する1号艇倉持に、差しのハンドルは2号艇に行った。握っていった4号艇滝川、内から3号艇大沢でバック側に入りますが、さあ区切りの100勝に向かってもう先頭。1号艇逃げました倉持リリ、リードは3停止。そして4号艇の内から2号艇がへさきをねじ込んでいます。スタートは正常でした。2マークマストップで1号艇、日川沿いは握り込んでいった4号艇が一気に出てきました。さあ日川それから4号艇の滝川、今度前の1号艇倉持を追いかけています。1番と4番低間隔一定身ぐらいです。その後ろ水が入って、3番手は単独で2号艇のに行った。これから2周の1マーク、逃げていく1号艇の倉持に対して握り込んで攻めていく4号艇滝川ですが、及ばず。ここで1号艇の倉持再度リードを取りまして、体型は1番4番2番です。4番手以降は3号艇大沢、5号艇の田中、最高峰が6号艇、これから2周の2マークです。さあここは通算の100勝目のゴールに向かって走ります1号艇、そして追いつける2号艇をかわして回った4号艇。ホーム側に帰って2番手取り切って、再度リードは4号艇の滝川、3番手は2号艇です。日体より体型は1番4番2番、レースは最終周回。先頭は猛追を振り切って逃げました1号艇の倉持リリ、2番手は4号艇の滝川千織、3番手は2号艇に行ったで、体型は1番4番2番と落ち着いてきました。さあこれから続く選手生活の通過点ですが、まずは節目の通算区切りの100勝目を達成します。先頭は1号艇倉持リリ、ラストターンマークです。2番手は競り勝った4号艇の滝川千織、3番手惜しくも2号艇の新田由里、上位の体型は1番4番2番で間もなくゴールを迎えます。第9レース先頭1番倉持リリゴールイン、100勝目達成おめでとう。4番ゴールイン、2番ゴールイン、3番ゴールイン、5番ゴールイン、ラストで6番ゴールイン。を目指して気は緩めません岩崎、ここはリング2本を交換。6
ロックホースからが6号艇金子奈々美です。風はホーム向かいの風、風速は2メートル、第7レースです。内から1番、2番、3番、4番、5番、6番でスタートしました。3コースからトップスタートは3号艇人気の倉持、一気に内2杯を飲み込んでいきました。3号艇がまくっていく、まくり出し狙って4号艇に握り込んでいった5号艇岩崎、バック側に入ってさあまくった3号艇倉持に追いついてきた5号艇の岩崎がアウトからへさきをかけますが、直線でぐっとぐっと前は3号艇の倉持、そして5号艇の内から4号艇の加藤が並んでいます。スタートは正常、2マークトップで3号艇、そして2着争いに並んだ4号艇が先取りますが、差し返して回った5号艇ホーム側に帰ってトップは3号艇倉持、リードを広げて4艇身、そして2着争いは5号艇岩崎が1艇身リード、アウトコースがなく追いかけては4号艇の加藤、後ろは水が空いています。これから2周の1マーク僅差の2着争い、5号艇岩崎に対して握り込んでいった4号艇の加藤ですが、ここは5号艇の岩崎が踏ん張っています。上位の体型は3番、5番、4番、4号艇の後ろ大きく水が空いて2号艇森田、1号艇高田、最高峰が6号艇金子です。2周の2マーク、まだまだ僅差の状態の2着争い、5号艇が先行、その後ろからの旋回となった4号艇さあここで5番4番の低間隔空きまして、レースはこれから最終周回。先頭は3コースからトップスタートを決めて一気にまくりました3号艇倉持リリ、これから3周の1マーク。2番手は競り勝った5号艇の岩崎よしみ、3番手が4号艇の加藤夏樹で、上位の体型は3番5番4番です。このまま3番5番4番で決まりますと3連単の図は 17.4 倍となります。さあここはリズム立て直しの勝ち星追加、シリーズは3勝目が見えてきました3号艇倉持リリ、ラストコーナーから最後の直線コースを先頭で戻ってきています。上位の体型3番5番4番で間もなくゴールです。第7レース、先頭3番ゴールイン、5番ゴールイン、4番ゴールイン、2番ゴールイン、1番ゴールイン、ラストで6番ゴールイン。